織田信長が越前朝倉義景を討伐すべく近江の坂本を経て若狭に入った時のこと。夫の浅井長政が兄の信長を裏切り泣き者にしようとしていることに気づいたお市の方。お市の方はそ知らぬ顔で陣中見舞いとして信長に小豆の五菓子を送る。長政は、お市の方は何も気づいていないと油断する。そして届けられたのは、両端をギチギチに縛った小豆の袋。その異様な風体に事態を悟った信長。お市の方は、この小豆の袋の両端を縛ることで、織田軍は袋のネズミと伝えようとしたのだった。信長は妹の意図を汲み取り、軍を一気に撤退させることを決めた。この結果、信長は間一髪浅井家に討ち取られるのを防いだのだった。